NHK がスマホからも金を取ろうと企んでいるということを集中外選手に参りました。9月12日の NHK 経営委員会議事録を見ますと、 NHK 執行部が外部から来た経営委員に対してですね、ネットから受信料を徴収するのは当然であると説明しておりました。そしてさらにネット配信の費用を負担してもらうのは広く公平に負担してもらう、ネットでスマホで NHK を見る人が対象ではなくてですね、 NHK の番組を受信できる環境にある人から負担してもらうとありましたので、NHK がスマホを持っていたならば受信料を払えということを狙っているのは間違いありません。ネットで NHK の番組を見ようが見まいがスマホを持っていたらば徴収しますと、こういうようなことを外部から来た委員に説明しておりました。 NHK は従来ですね、受信料は番組視聴料ではなくて NHK が存続するための特別な負担金であるというような主張をしてまいりましたけれども、別に NHK なくなっても構いませんよね皆さん。 NHK は存続すべき組織であると NHK 自身が言っているのですが、そんなことないですよね。私たちは NHK がなくなっても全然構いませんよね。NHK に似た組織にイギリス BBC というテレビ局があるのですけれども、こちらの方は NHK とは違って国営です。ですので BBC の職員は全員公務員となっておりまして、公務員の給料もらって BBC 放送やってるわけなんですけども、 NHK は公務員じゃない、国営じゃないということで、公務員の約3倍平均で年収1800万円を NHK 職員はもらっております。もちろんそれの原資は皆様の受信料であります。その上さらにネットからも金を取ろうとしている、皆さんスマホ持ってるだけで NHK に金払わなければならないことになるの嫌ですよね。 NHK は今まさにそれをやろうとしております。私たちはなんとかこれを知ってもらいたいとここで演説しております。 NHK がスマホ持ってる人は全員受信料払ってください、こう言い出す前に何とかしなければなりません。